さーて何喋ろうかな。俺まだ何も考えてないんよ。で、この間大橋くんのが、あの、市場のやつ撮って、うん、え、何しよう、俺も考えるって言いながら、俺何にも考えてなかったんやけど。再生してから。うん。いや、もうこんなんどうでもいい。編集で僕に全部できるから。俺大体カットしますって言って、大体載せてるから。なんかお題を考えなあかんね。うん、なんかお題ある？生産者の話か、うん、まあ一番なんか、大橋くんが前ボロカス言っとったから、もう、あれね、最初そう思ってたけど、後ろに、違うって、あれのこと言ってんかな？違うみたいですよ。どれ？いや、あれ、ピーシタさん。ああ、うん、B レーンの。え、投げてる？お年寄りどっちかって言うと店長のイメージがあって、それは。うん、いや、あれね、山ちゃんが、あの、レーンの、その流れてる前に鉄の板があるんよね。うんうん、あそこに、もう、ボーンって突き当てるから。ああ、それのこと言う。そうそうそう。で、それでボーンって当たって、鉢植えがコロコロコロってなったり、土がバーンってなってるから、その真ん前に、もう言うたら大橋くんおるから、だからそれで。見えるやんね。上からだと分かる。それより、鉄の方が気になりますね。私、あの、下げるときに、後ろに、シャメーっていけ、ポーンってするときに、何回か土、わーって出たり、溶けたりとかしてるのを見て、そういうことあるんで、私はもう間違いなくそっち。まあ、両方やね。じゃあもう、あの、ちょっと B レーンはそういう例。そう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 。カット、カット、カット。言うたらあんたよ。で、大橋くんが、いや、僕、あの、言われてもいいですよ、みたいに言ったったから。言ってた。ジャンケンに負けたから。そうそうそう。俺が言ったら何もできたみたいな。だから、大橋くん一人の意見でって言って。そうそう。さっきジャンケンで負けたから、とか言い出して。うまいこと言いやがったなと思って。ほんまに。でもみんな思ってると思いますよって言ってたけどね。いやでも大事には扱ってほしいなとは思いますけど。いや、確かに扱ってやから。そう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 。それは確かに。まあ、この間の動画でも言ったけど、やっぱり生産者から、その商品、だから生産者は、しっかりと作ったわけよね。それを、やっぱり売れるか売れへんかもわからん。まあ、それを、どの市場にしようとか、今出そうっていう頃合いを見て出してるのに対して、その思いまで汲み取って、競り人が本当に、こう、出荷した生産者に敬意を持って、しっかり販売してるのかどうか。うん。だからそこに、やっぱりその、ね、来た商品に愛着を持てとは言わんけど、その生産者が真心込めて作ったものを、しっかりと、あの、花屋さんに渡すっていう、その行為は、やっぱり大事やと思うから、値段動向で、自分のその態度が変わるような、そういうのは、やっぱなしって言ったらなしよね。ちょっとアピールしたよね。うん。どんな、この花、どんな、どんな、どこがいいやとか。うん。2段ばっかり言うんじゃなくてね。うん。その点やっぱり。みたいな感じで言うんじゃなくて。シーレンの、ね、上野さんとかは結構言ってくれるんじゃないですか。結構こう、あの、これ長持ちするよとか、ここのいいでとか、結構言ってくれるんで、それは、あ、まあ、川田さんもですけど、結構それを言ってくれるんで、ああ、聞いてて、あ、そうなんやって思って素直に買おうっていう気になるし、で、またその言葉を同じように、例えばこの植物マイナス5度までいけるでって、もし言ってる植物があったら、同じことを俺らが花屋側がお客さんに、これマイナス5度までいけるでってなんか、あたかも自分知ってますみたいな感じで言うやん。わかります。そうそうそう。その知識もやっぱり市場には豊富にあるから、やっぱりその生産者といろんなこう会話をして、競り人がそのもらった情報をやっぱり出してくれると、それを聞いてる側も、それを買ってお客さんに伝えて、っていうことは、その声っていうのは、生産者の声がそのまんまお客さんのところまで伝わってるっていうので言ったら、風通しいいよね。絶対もっと言ってほしいです。それは。だから、惜しみなく、その情報を、その、競り人が、やっぱりこう、吐き出す。生産者から、ちゃんともらって、それを競りに生かす。だから結局、値段だけ、こう、
プライスだけどうのこうのじゃなくて、うん、やっぱりその価値を、うん、植物の価値をやっぱり言うって伝えるっていうことに、うん、やっぱりその競りで買うか買わんかっていうのも左右される一つの要素ではあると思うから、うんうん、間違いないです、うんうん、そうね。まあ、俺はなんかね、西日本ばっかり行くから、その西日本の話が多くなるけど、そう。それは別に、その、他の市場でも似たようなことがもし起きてるのであれば、やっぱりその改善する、なんか一つのきっかけにはなると思うし、うん。なんかそういうふうに、羽屋側も、その、市場側も、生産者側も、なんかもし見るとして、見る、機会があったとしたら、やっぱりいつどこで誰がどういう風に見るかわからんけど、うん、やっぱり羽屋さん側からしたらそういう情報もお待ちしておりまーす。そう。ですね。うん。まあでも市場は楽しいよね。うん、やっぱり、うん。競り人とも話せるし、うん、羽屋さん同士もコミュニケーション取れるし、うん、で、そんなことから、やっぱりその、良かった悪かったっていうのを仲間意識でいろんなことがやっぱりこう言える。うん。良、うん、かったっていうのも悪かったっていうのも仲間にちょっと聞いてやって、うん、こんだけ悪かってんとか良かってんって、うん。もちろんそのいい時はやっぱいいって言った方がいいし、うん、全部謙遜していやあかんわあかんわとか儲からへんわって言うとなんか面白みが全然ないっていうか、うん。うん、やっぱどうやったら良かったから、その、自分はこうやっていこうと思うとか、うん、うん。で、他の人がやっぱりいいとか悪いとかを聞いて、それが果たして、その、自分やったらどうしようっていうようなことにもつながるやろうし、うん。うん、その、良かった要素、悪かった要素っていう風なも、情報交換するときに、うん、みんなが売れてないのに自分とこだけ良かったっていうのはもちろんあるやろうし、うん、みんなが売れてるのに自分とこだけあかんかったっていうのでも、うん、やっぱりその、受け取り方次第では、やっぱりこう、改善する点をしっかり見つけて、うん、そういうことに次、だからそういう同じような失敗を繰り返さないっていうようなことにもつながると思うし、うん、やっぱり情報って大事よね、うん、大事です。私だから本当についこの間までは全然その横のつながりがなかったので、うん、全然その情報が全くほぼ入ってこない状態で、まあ、本当に自分のところのお店で、うん、試して買ってみて、あ、ここあかんかったな、良かったなっていうのを今までのほんまにデータ化して、うん、あ、ここがいい悪いっていうのを自分のところで独自でやってただけで、うん、ほんまに他の花屋さんからその意見とかを聞いたことがほぼなかったので、うん、まあそれはもう祖母とか母とかと一緒に競りに行ってたので、うん、まあ全然そのお話をする機会がなかったっていうのがあるんですけど、うん、でもほんまに一人で行くようになってから、うん、まあ、皆さんと仲良くさせていただいて、うんうん、本当にいろんな情報が入ってきて、ほんまになんかもう目から鱗ばっかりで、うん、なんかこんなにそのお花屋さん同士でつながることでこんな視野が広がるんだなっていうのは、うん、ほんまに思ったので、やっぱりこれからお花屋さんする方もやっぱり横のつながりは絶対大事だと思うので、まあ、それこそ2代目3代目とかだとやっぱ親とか、うん、おばあちゃんおじいちゃんとかの意見っていうのがどうしても一番になってしまうと思うんですけど、うん、でもやっぱり同世代の横のつながりっていうのは絶対持った方がいいと思うので、うん、うん、それは本当にありがとうございます。まあ、確かにね、うん、その声をかけるって勇気がいることやけど、うん、でも声をかけるっていうことはそんだけその人に魅力があるから声をかけるわけであって、うん、でね、その全然もうなんか自分の興味ない人にまで声かけろとは言わんけど、うん、やっぱりなんかこう何かこうキラッと光るようなそういう風なものが見えた瞬間は、うん、やっぱりその人どういうところでやってるんやろっていうところから、まあちょっとね恥ずかしいかもしれんけど名刺交換だけでも、うん、それでもう嫌っていうような人にはもう最初からそういう人やから、うん、それはもう無理ですよって、うん、でも大体もう8割9割の人が、ああ名刺交換ですねって言って名刺交換しましょうって言って、結構みんなまあフレンドリーっていうか、うん、まあそのよっぽど都市が離れすぎてるような、うんうん、
ね、あの、20代、30代が80代のおばあちゃんに名刺交換しましょうって、それはちょっと無理があるかもしれんけど、持ってるかわからない。メモに書きますね、みたいな。その場でこうね、名刺を作ってくれるかもしれんけど。何の情報欲しいやろそう。まあでもそういう風に名刺交換して、名刺を交換したら、やっぱりまずは店にお伺いする。で、その、やっぱりその、社長であったり、仕入れ担当っていう人が、どういう経緯で、どういう思いで仕入れをしてるのかとか、そういうことが聞けたら、その人の人生が聞けるだけで、ちょっとだけ、なんか、その同じ体験をしたっていう頭の中の、なんかこう、イメージ、そのイメージができるだけで、視野が広がる。視野が広がれば、経営に結びつくんよね。その結びつけれる、つまり、名刺交換しただけで、自分の視野が広がって、利益が伸ばしやすい要素があるとするならば、やっぱりそれはやるべきよね。うん。だから、その、一番全員と仲良くなれとは言わんけど、やっぱりその、もし友達が少ないっていう、人がいるんやったら、やっぱりその、しっかり、あ、この世代の人たちと、ちょっと、なんか話聞いてみたいな。うん。もしくは、あ、この人ちょっと店近いから、ちょっとなんか仲良くなって、なんかこう、情報交換でも、まあ、その、生理的無理とかやったら、ね、そこまで仕事は言わんけど、まあまあ、この人ちょっと、喋ってみたいな、ちょっと年齢も近いしっていうような人は、やっぱりね、声かけるべきです。うんうん、そう、友達になって損はないから、うん、うん、ですね、うん、でも結構一番って、うん、私からしたら、うん、結構男性が多いんですよね。おー、確かにね。いや本当に私その、うん、まあ昔お花屋さんなりたいって、まあ、多分今思、うん、見てる人も多分すごい思ってると思うんですけど、うんうんうん、やっぱり女性のイメージがすごいあるじゃないですか。お花屋さんイコール女の人っていう、もうその世間のイメージがそうなので、もう一番もうまあもちろん女性が多いんだろうという、まあ勝手なその想像で、まあ本当だから行って、もう初めてだから自分が、まあ連れられた時は多分子供やったと思うんですけど、え、こんなおっちゃんとかがばっかりなんて、ほんまに衝撃を受けたのを覚えてて、なんか、え？だからまあ自分が通い始めた時も、うん、ほんまに男の人ばっかりやなって、ほんまに行くために思って、なんか、うん、なんかやっぱり女性から男性に声かけるってなかなか、ちょっと、それは無理できないですね。うんうん、なんで、うん、ほんまに、まあ、それもあって、多分、横のつながりがずっとなかったんやろなっていうのはあると思うんですけど、うん、まあ自分のね、祖母とか母と行ってるんで、うん、まあ、もちろん、ね、その買いに行ってるわけですから、うん、まあ、そこに集中してるわけで、うん、でまあ、私も最初は下っ端で荷物集めるところからやってるんで、うん、やっぱり、ね、それに集中しているので、うん、どうしてもそういう時間とかもなく、まあ、いつも祖母もピリピリしてましたし、うん、その何ですかね、こうワイワイこうなんかこう雑談をするっていうそのイメージが全く、うん、全くなくて、うんうんうん、そんな時間がどこにあるのっていう、なんかもうほんまにそういうイメージで、うんうん、市場ってそういうピリピリした場所っていうイメージがあったので、うんうん、みんなだから本当になんか一人で行くようになってから、なんか全然違う場所に来てるような感覚というか、うんうんうん、急になんか、うん、楽しくなって情報も入ってきて、うんうんうん、なんか皆さんの意見聞けて、うん、なんかお花も一つ一つがもうまたさらになんかこう、うんうん、よく見えるというか、うん、なんか、うんうん、ほんまに、うん。だから女性はね、ちょっとやっぱり自分から喋りかけに行くっていうのはなかなか厳しいと思うので、うん、男性方声かけてあげてください。ありがとうございます。